はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらでございます、はい、ハンドスピナーなんだけど、うん、皆さんね、いろんなハンドスピナーの動画出してるんですが、どんな種類のハンドスピナーが回るかとかね、いろいろやってらっしゃる方いますけども、うん、うちはこの1個とあと200円のハンドスピナーしか持ってないんですよ、うん、だからこのハンドスピナーでどういうやり方したら一番長く回るかをやってみたいなと思います、うん、はい、基本的にはこのテーブルに置いて計測したいと思います、はいはい、じゃあまず最初はパパの手ね、振りいきますよ、いきます、せーの、スタート。あ、すごい、結構回ってんね、うん、さあ落ちてきました、回転数、はい、もうすぐ終わる、もうすぐ終わっちゃいそう、うん、もうちょっとで、はい、ストップ、1分47秒37、おお、あー、これが基準になりますね、結構回ったね、結構回ったね、じゃあ次は輪ゴムを使いたいと思います、お、はい、輪ゴムで引っ掛けて、あ、そうやる、離す、で、こっちのハンドスピナーの方の手を離すと、そうするとパパの手が痛いんだけど回るはずなんでね、わかった、行きましょう、せーの、はい、あら、結構回りが少なくない、遅いね、うん、あらら、思った以上にいんの、まさか1分もこれ行かない感じ、行かない感じかな、おかしいな、1分37秒04、あ、結構良かったね、うん、はい、続いていきましょう、こちらナーフですね、ナーフ、ナーフのスターウォーズのやつ、うん、はい、これをこう打つわけで、はい、で、どれぐらい回るかね、うん、じゃあいくよ、ちょっと待って、見てね、じゃあいくよ、せーの、スタート、ちょっと待ってこれはやばい、ダサい、ちょっともう一回やりましょう、うんうんうん、ダサ、じゃあもう一回いきますね、はい、せーの、はい、あー、やっぱダメだ、こんなもんだ、本当だ、ナーフでこんなもんなんだ、なんだ、もっとバーンといくかと思った、うん、ダメか、 BB 弾とかじゃないとダメか、 BB 弾、あー、そっか、ドキュンとかガス銃とかね、うん、これだったら結構回るかな、はい、ストップ、44秒85、1分いかなかった、これが限界か、そうだね、はい、じゃあ今度は4つめ、これ、お、何かわかる、ベイブレードとハンドスピナーをくっつけてる、そう、あのね、レイヤーだけをくっつけました、ベインドスピナーカバーみたいなやつ、うん、をこちら側だけ外してます、あ、これ、そうそうそう、外して、で、セロテープで固定してます、おお、じゃあこれを一応ちゃんと引っかかってシュートできるので、うん、シュートしたいと思います、ただね、結構難しい、行くよ、はい、せーの、3、2、1、ゴーシュ、あ、ごめん、失敗行きます、ゴーシュ、いけ、映ってるかな、ギリギリちょっと映ってるかな、うん、結構長いこと行くんじゃないかな、これ、そうだね、今まで見た中で一番パワフルだよ、本当だ、うん、どれぐらい回るかな、もうちょっとで止まりそうだよ、まだストップしないで、ストップってパパが言ったらやってみてね、ストップ1分57秒割といったね、本当だ、割といった、もうすぐで2分っていう感じ、ああ、なるほどね、よかったよかった、うん、最後はこちらでいきたいと思います、わお、クレ556、この中のベアリングに直接油をシュシュッとやって、うん、さらに滑りを良くしよう、で、手回しでどれぐらい回るか、はあ、これが最後だね、うん、蓋の部分を取って、うん、シュッとね、よし、回れさっきより滑りがね、良くなってそうなんで、うん、クレ556様に期待だね、はい、運命の時はやってきたのか、はい、行きましょう、せーの、はい、あ、なんかガタガタいってんな、うん、ぶつかってないよね、ぶつかってんのかな、いい感じで回ってるよ、うん、どうでしょうか、2分いくかな、行ってほしいね、うん、今んとこ
ベイブレードが一番速い、長いからね、うん、てかでも回転数落ちてきたよ。本当だ、なんで、あれあれ、え、止まっちゃいそうなんだけど、あ、止まる、とパパ止まる、止まっ、ストップって言ったら止めてね、ストップ、あー、43秒76、一番長回しだったのはベイブレードで1分57秒13でした。一番悪かった今回のクレ556が、はい、43秒は一番悪い。ナーフはこれまで44秒だったの。あ、うそー、あのナーフの一番しょぼいやつよりも回んなかった。え、てかあれかな、ここの締め付けが悪くなっちゃったのかな。回るよね、うん、結論、ハンドスピナーは改造しちゃいけません。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。